鉄板のノスタルジーで行こう。はい、ニクスターです。ひでまるです。さあ、ひでまるさん、これが例のあれですか？これが例の開かずの金庫ですね。すごいとこにあるんですね。これあれでしょ、もう昔のあのハウス、なんだっけ、このビニールハウスの中もね。え、これじゃあ何年もの、これ25年目え、ずっと開けずにずっとここにいたってこと？じゃあ、うわ、こいつを持ち出しましょう。じゃあ今から こいつを持ち出しますね。はい、ひでまるさん、これがあれですか、ひでまるさんの高校時代。そうですね、これが高校時代の何ですかね、これロッカー。ロッカーで、ね、要するにこの中にそのなんていうの、その懐かしのアイテムというか、何か懐かしのアイテム、もう覚えてこれは何が入っているのかわからないっていう。当然もう鍵はないってことだよね。鍵がもうね、なくて今ね、これ20何年ぐらいに開かずの金庫みたいなロッカーになってるんだけど、そう、今それ壊そうかって話になってて、で今ね、うん、ちょっとここのね、隙間を見るとこれ、うん、これエロ本らしきものが入っているんじゃないかっていう。でさ、今ちょっと抜けるんであればちょっとこれで引っこ抜いちゃおうって話だよね。そうじゃあちょっと一回試して、ちょっとやってみますね。あ、これ行くんじゃね。お、ちょっと待って、これ行けるかな。行ける。お、行った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 。ちょっと待って高校時代のロッカーなんで。そう、高校時代になんか建て替えて、うん、その時ロッカーをみんな持ち帰ったんでね、くれて。そっか、あの校舎新しくなったもんね。そうあそこね、あの学校ね。そうで、なんかそれでロッカーはね、持ってっていいよって話になって。じゃあ思い出深い。みんなそうそう、一つ持ってて。で、その中に何を詰めたかっていう話なんで。じゃあこれ二十何年ぶりにあげたっていう。そうそう、だってもう本当にね、開けてないからね。じゃあ皆さんもちょっと行きますよ、はい。せーの、じゃあ。これさ、いわゆる雑誌を。これさ、ちょっと待って、これは、いわゆる。これ、すごいね、これ。すごくない？多分、俺のだけじゃないと思う。多分、友達もなんか入れたんだよ。そう。だってさ、ちょっと待って。いいのこれ。やべ。あ、でも、まあ、このくらいじゃ、まあね。まあ、このぐらいしかないからね。でもね、まあまあ、わかりますよ。まあ、その気持ちはよく。懐かしいね、これ。だって、まあまあまあ、このちょっとね、あの、漫画系もね、ありますよね。うん。ひでまるさん、皆さん、出ましたよ。出ましたよ。ね、まあさんとか大好きなね。デーラーが来ました、デーラーが。あれちょっとこれさ、これレアなんじゃない？レアじゃない？これすごいね。うわ、本当に当時のやつだね。ねえ、だってほら。ああ。エロ本しか入ってないんじゃないの？本当だ。ちょっとさすがに中は見せれませんけど。そうだね。うん。あれ？ひでまるさん、なんか。あ、これ。手紙はやばい。手紙はやばいね。ちょっと待って。これ、宛名とかついてる。手紙ね、ちょっと置いておこうか。やばいですね。これなんで住所とか。もらったやつだよ、確かに。マジでもらったんですよ。アクションカメラって昔あったけど、今ある？いや、わかんない。もう全然知らないもん、これ。うん。アクションカメラ。すごいね、これ。いや、あ、ちょっと待って、これもなんだけどさ、これあれですよ。でもさ、全然知らない。これ、ジャンボ。あ、ジャンボは知ってる。ジャンボわかるでしょ。これジャンボも中学校でさ、有名だって俺、これジャンボを友達のカバンに無理と忍ばして、みんなの前に見つけて、うわ、なんだこれって言って、で、それであの、ひどい。そう、S 君ジャンボ佐藤になっちゃったからね。あだ名がジャンボ佐藤になっちゃった。すごいな、これ。いいですね、これ。いやすごいですね。これちょっとさ、やばいね。これさ、はあ、本当にただのエロ本の箱になってるけど。ああ、なるほどね。
すごいよ、出てきたね。多分友達も、だまあまあ、多分全部が自分でだけど、友達も持ち寄ったりとか。持ち寄ったやつとか、入れたりとか、置いてったりとか。置いてったりとか、そうそう。ちょっと待って、これさ、あ、ちょっと奥にまだあるよ。ちょっとなんかさ、これ、中敷きを。ちょっと待って、これ。すげえ入ってんじゃん。あ、ほんとだ。ほら、すげえ入ってるよ。すごいすごい。ちょっと待って、これさ。あの、ちょっとこれ、あ、ちょっとね、裸系があるやつだね。これやばくね、これ、あれだよ。ちょっとダメだね。ダメ、これ。これなんだよ。ひでまるさんのあの、黒歴史じゃない、あの、なんか、ゲーム考えたりとかの。なんだろう、なんか、チャートとかが書いてる。なんだこれ。うわ、わかん。誰、あ、菅野美穂。あ、すごいね。ちょっとあの、あ、危ういシーンはちょっと外して、うん、なんかほら、うん、映るとさ。あ、なるほどね。結構。カットされちゃうかもしれないから。これちょっと危なそうだな。そうそうそう。ちょっと危なそうなんで。これはちょっとさ、ちょっと待って。ああ、これ何？これあれじゃない？女の子が見るようなやつやのかな。ああ、そうなのかね。わかんないけどね。全然記憶にない。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これ同人誌の秀和さんの好きなやつじゃないの？本当だ。よくこんなの撮っといたじゃん。こんなのなんだね。そうか、こういうほら同級生とかもさ、猫当時、そう、当時からあったからね。続いてみて、うん、多く、まだまだ奥に、すげえ、めちゃめちゃあるんだけどさ。はい、奥を覗くとまだあるんだけど、まだまだあるけど、あの、このさ、いいよね、この通販系。あ、懐かしいね、これ。これさ、いいよね。あのさ、大体いつ、97年ってなってるね。ああ、まあ高校生、やっぱ高校生くらいだね。わからん、全然わからんね。わからん。でもこれがわかんねえんだよな。多分あれでしょ、ほら、よくさ、あの、なんか見たあれ、主婦の人がさ、読むようなね、あの、あれでしょ。そうだよ、確かそう、ね。あれ、ちょっと待って、これさ、この奥の本物、これさ、これ何ですか。あ、やばい、これ、あ、表だったり、表だったりする。表だったり、表いける。これほら、パソゲーでしょ。ほんとだ。うん。ビーマルさんのパソゲー、これ、ね、裏はちょっとやばいんで。でも、これ俺のじゃないな。友達のか。多分ね。あー、なるほどね。見たことないもん。PC98 3.5 インチ HD ってあるから。うん。PC98 って書いてあるね。うん。あー、ほんとだね。じゃあ、ちょっと待って、映らないように中だけちょっと見てみてね。あ、中身ないよ。はがきとアンケートで。本当だ、中身ない。だから多分、友達が、そうそうそう。勝手に置いてって。置いてって、ゲームだけは自分が持ってるっていう。見たことないもん、そんなの。なるほどね。だからこっちを置いていく。うわ、すごいね、これ。まあ、ここら辺は大事。ああ、だからやっぱこれ、裏側みんなこうなんだね。この紹介系なんだね。ああ、そうだね。すごいな、これ、ちょっと。置いて、うん、ちょっと置いて、うん、あー、フライデーとかも買ってたんだよ。なんで買ってたんだよ。好きな人がいたのかな。知らない、俺のじゃないよ。ないから、そうだね。俺のもあるけど、多分、うん、俺のじゃなくて、その友人がね、そうそうそう、うん、で、こう、ボン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 置いてったっていうね。溜まってって、ってったどうすることもできずに、封印したっていう手じゃないかな。多分。まあ、その系統だよね。多分ね、そうそうそう、うん。捨てれずに、捨てれずに封印していくっていう。はいはいはい。そうだね。あの、捨てるのがもったいないんだけど、なんか自分のところに置いとけないみたいなね。そうそうそう、あ、よくある、あったよね。うん。どうやって捨て方もわからない。ちょっとこれは、なんか、感じなんじゃないか。そうだね。なるほどね。だってさ、すごい量じゃん。本当だ。なんか本当だ。すごい量だね。あれゲームじゃない？違う？あ、あれはゲーム雑誌？スーファミ、ちょっと待ってね。こっちは映せる。あ、これもちょっとあれかな。ちょっと待って、ね。先にここ片付けますね。うん、ここ片付けますね。あ、こっち前はダメだね。そう。水着はオッケーなんですけどね。これがね、スーファミの。放課後、何これ。じゃあその表ゲーム雑誌やな、これ。うん。あ、大丈夫。これであれだけもあれだな。違うんだ。うん。一応、なんで、なんでこれが出てるんだ。これが一応、ちょっとそっち系のやつなんだ。美少女。あれだ、ほら。あ、なんだっけ。ストリップファイターとか、あっち系のちょっと文字、あのボディコンクエストとか、ちょっとあの文字ってやつじゃない。なるほどね。うん、だからこれなんてあくまでもほらね、あのセラムみたいな感じじゃん。はいはいはい、はい。ああ、なるほど。その系統か。ちょっとここは危なそうかもしれない。あ、まあ大丈夫だけど、ちょっと後ろが危ないから。
はいはい、まあ雑誌よくある、よくある雑誌だね。で多分こういうのもダビストーン、そうダビストーン、多分やっぱ好きな人がいたんじゃない、友達に。このちょっと重てえなんだ、うん、重てえな、これ普通のこういうやつ。あ普通の、うん、これはダメだ、いつでもそうダメだよ、これ出ちゃってダメだよ今の瞬間カットここは大丈夫だ、ね、こっちもこっちもだ、こっちがいいか、手前の手前、うん、こっちか、すごいな、かなりの数だねこれね。そうだね、とても一人で処理できる数ではないな、これは。あーでもいいですね、なんかほんと時代、うん、ちょっとこうタイムカプセルを開けた感じがして、多分ね、うち結構ほら人来てたじゃん、うん、そうだね、人がストレンチ来るから、そうだね、昔からいっぱい人集まったから、いいねこういう財布で、ね、あのアクセサリーとかさ財布とかいいよね、あの金運とかさ大好きですよ、リクスターこういうの、あのほらほらいいの、いいのありましたよね、あいいね、なんだっけバキじゃねえや、なんかやったね、あのバキ系のやつで効果あるぞっ って、お前それつけてなかったら今頃お前死んだろとかってあこれこの人、俺ね、この作者知ってる。そう、うん、知らない。見て、表はどうダメだ、ちょっと表ダメ。表やばい。映せません、映せません、ね、うん、はいはい、そう、この AB 企画、はいはい、あ、多分これ好きな人がいたんで、秀丸さんの。はいはい、そうだね。俺だってなんかもう全然。そう、多分秀丸さんの友達で、この作風好きな人が多分いたんだよ。だよね、きっとね。ちゃんと2冊あるもん。そうだよ、ね。なるほどね。ちょっと待って。さあ、ちょっとなんかこれで完全に綺麗に全部。完全なんですけど。うん、いや。的に言うとまあ、まあ。うん、あ、ちょっと引いたらそうだね。こんな感じですか。ただのエロボンボックス。今日全然なんかあの。お宝出るんじゃねえかとか期待してたら。ノスタルジーで行こうじゃん、なんでもねえって。何かの私の期待としてはこうゲーム雑誌とかなんかそういうのもちょっとぐらい入ってるんじゃないかなと思いきや何一つなかった、何一つ全てエロまあ高校時代のまあこれで面白かったけどね、ことってよね、はいはい、すごいっすねこの量は。まあでもこういうの見て、ああなんかこんなのあったなとか詳しい人は知ってるかもしれないね。そうだね、まあ、開かずのロッカー、実に二十数年ぶりに開けたという、二十数年ぶりに開いたね、はい、まあこんな回もあるということで。そうだね、ひどかったねどうやって編集しようかなこのいやじゃあすごい量が、懐かしさを味わってもらったと思うかね。まあね、このぐらいからちょっと見れて撮れるのはそうだね、なんかあと埃とかすごいからね、ちょっとよくわからないもん、うん、あとねやばいね、どこまで映ってんのかわかんないけどああなるほどね、こういうことね。じゃあとりあえずこんなところにしますか、はい、じゃあ今日はこんな感じになって、はい、どういう回だったね、まあたまに今夜終わってもいいと思いますけどね、探訪期探訪期、はい、じゃあ皆さんね、いろんなことやってきますので、またよろしかったらねお付き合いください、はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたそれじゃあ皆さんまた次回も見てね。鉄板のノスタルジーでいこう。